仙台育英に勝った慶応の応援がずるいって話題だけどクソだと思,思わないですかもうマジでクソだと思う。そういうさ、高校生がやってるさ、ものにさ、なんか周りのさ、クソつまんないバカどもがさ、ガチャガチャ、なんか、入れるんじゃねえと思う。応援がうるさすぎて育英がお見合いしたのはどう思うまあ、でも応援だからさ、もう仕方ねえんだよ。応援し,してるんだからさ、 もう仕方、ってか仙台育英に失礼だわ。もうキリがねえんだってそんなこと言い始めたら。だったら無,か無観客でやんなきゃいけなくなっちゃう。イチャモンつけられてる。仙台育英を舐めんだと思っちゃう、そんな。育英の選手が、まあ、なんかちょっと、確かにすごいせ声の声で、あの外野手の声が聞こえなかった部分もあるって言ってたけど、もう仕方ねえんだよ、甲子園の決勝なんて。仕方ねえの。 応援するだろそんな自分の母校。俺母校が出てたら、みたいな。俺、あ、一人で5万人分ぐらい声出すよ。俺もし決勝行ってたら。するでしょ大きい声で応援。勝ってほしいんだもん。なんかすごい、変な、変な奴らに目つけられてるなって。 あと、お前らみたいな、もう、ね、枯れたジジイ俺たちみたいに枯れたジジイは、出された飯黙って食っとけとも、黙って泣いとけと思っちゃう。ああ、契約7年ぶりだ、みたいな。なんでそのわけわかんないっす外野がガチャガチャじじい、もう枯れ、枯れてるジジイどもがいきなり出てきてさ、あの、高校生たちのさ、未来ある若者のさ、もうあれだぞ、お前ら40ぐらのジジイがさ、なんか、ちょっとさ、ツイッターのフォロワー15万人ぐらいいるエセインフルエンサーみたいな、ち、一番中途半端なゴミ、一番存在価値ないゴミなのね。 ツイッターのフォロワーは15万人ぐらいで生きがってるバカどもが、よく言うの、なんか、慶応高校の応援になんかちょっと、あれですね、みたいな。お前らどうぞ、あれどうぞ、丸、ま、田くんが10年後ぐらいに三菱商事かなんかのお偉い重役とかになって、君ネットで僕の悪口言ったよねって首切られるよ。お前らのスポンサーになるんだよ。まあお前らその頃には消えてるだろうけど。髪の毛ベタベタじゃないよ。二日前にちゃんとお風呂入ったよ。マルタくんが払った年金で暮らしていくんだよ、俺たちは。 税金で。あんなどうせ1億2億稼ぐんだから。そう、今髪型丸太くんと一緒、俺。俺はもう丸太くんに媚びていくんで。あいつが払った税金で将来暮らしていく気満々なんで。ゴールドマンサックスとかに就職していで、ムラッシュ来てほしい。俺のアイコス買ってほしい。丸太くん、ムラッシュ来ないかそんなバカ、バカな老害いないぞ。うち自由な社風なんで。出勤とかないんで。 ムラッシュマルタっていう名前でなんかやらない甲子園優勝しましたって言ったらどこの企業でいける <laughs> 甲子園優勝して、慶応高校、ま、あおそらく慶応大学、用子短麗、性格がいい、顔もいい。で、ムラッシュ。ぜひともうちに来てほしい。配信じゃないうちで。進学かムラッシュかでちょっと揺れてほしい。一応そっちの選択肢も入れてほしい。 いくら出すの28丸太くんだったら28万 <laughs> 高卒でそれは高い。いいよね。いい条件だよな。高卒1年目で28万だよ。丸田君の欠点は阪神ファンってことあ、それ、その欠点もなくすんで大丈夫。阪神はね、あの、伝統の一戦とか言ってるけど、日本一1回しかなったことない、すごく弱い、弱い企業なのね。 企業ランキングで言うと、100位にも入ってない弱い企業として、一応代表なんだけど、だそこのファンはすぐやめてもらって巨人ファンにする。22回チャンピオンになってるんで。阪神ファンはすごい、阪神はすごい弱い企業です。あの、慶応大学出身の人は入っちゃダメ。1回しかなってないんで、セリーグで唯一。嘘言ってるんだったらもうい、いくらでも訂正してください。あいつら20回ぐらい日本一になった手でなんか、ははは。 たまに思うんだよ。あれ、なんで俺もね、阪神戦ってすごい気合入るんだけど、なんでこいつら一回しか日本一になってねえのに、巨人と張り合ってくんだろうと思って。半分こいつら埋めてんだろうって。巨人阪神戦今年も見に行ったんだけど、あいつら半分埋めてくんのね。一回しかチャンピオンになってないのに。なんで22回日本一になってる俺たちが、半分譲らなきゃいけないんだろうって。いつも思うの。で、いつも、 あの、喫煙所で巨人と阪神とも、ファンが喧嘩してんの、なんか。3回に2回殴り合いの喧嘩してんだよ。1回しかチャンピオンになってないのに。なんか今日さ、阪神の公式ツイッターが声明出してなかった。あの、ファンの皆様の声明、性いつもすごいありがとうございます。ただ、誹謗中傷はやめましょう、みたいな。でもそれがなちょ、なんかでもね、やっぱ俺昭和生まれだから、ちょっとどこか悲しくもなるんだよね。 なんか上手いこと住み分けできないのかなって思っちゃうんですよね。俺はバチバチしてる方が好きは好きなのね。ただ、なんか、やりすぎは良くないけど、まあそれもまたイニシエの文化みたいな、まあ時代だな。うん。 慶応は将来安泰、他の高校は負け組みたいに言われたことについてどうもそんなこと言われてないけど、あの、甲子園に出てるようなエリートたちって、将来もう絶対優秀な企業に就職していくので、ね、自分の心配した方がいいまジで。<laughs> そんな、あんなエリートたちなんてもう将来の活躍が約束されてるので、ね、甲子園出たってだけで、もう優秀な大学に進学して、優秀な企業に就職していくので、ね、もう自分の心配した方がマジでいい 甲子園も出てない。優秀な大学も出てない。お金持ってない。育ちも良くない。自分たちを心配した方がいい。って言っといて、そいつらに。言っといてくんない俺の代わりにみんなが。てかじゃあ、その病院、院から生放送して、ここでやるんで、どなたか、あの、まず店長一人決めて、そいつに全部責任を押し付けて、もう俺の実動ゼロにするから。俺もう金だけ出して口出さないっ決めてるから。 で、俺が、俺が月1回紙切り行ければいいから、もう全責任を、それは給料は山ほど払うから。そんなすごい人材がこの中にいると思う。いや、なんかね、やっぱ、いるんだよ、中には。ちょ、丸太くん、うちの美容院で店長やらない高校生でいいから。早めに社会を経験しないか。ちょ、丸太くん、店長やってくんないダメかな清原の息子にやらせろ。<laughs> <laughs> でそら、清原くんじゃん、そうしたら。<laughs> やだ。<laughs> や,だ <laughs> やだ。緊張するからダメ。<laughs> 清原の息子はダメだ。まだ高校2年生だし。<laughs> 清原のカットモデルだ。火をカットモデルしてくれるかな。<laughs> 俺、清原もう髭剃った方がいいと思うんだ。